私たちはアミンチュを応援しています。この番組はディアライクボーンフリーの提供でお送りします。無料カフェでお住まい探し、40種類以上の飲み物とタッチパネルで物件チェック。大津でお住まい探すならディアライフへ。寂しい感じるな。その時、安のおっさんがつぶやいた。おや、わし冬に屋台引いて歩きたい。みんなにあったかいもん食べてもらうね。屋台？ということで、またまた新企画がスタート。冬限定プロジェクト、安のおっさん屋台案が。安のおっさん焼き嫌ったね。みんなどないしたん？首かしげて。アミンズプロジェクトのメンバーたちは考えあぐねていた。新企画安のおっさん屋台を始めたものの、どうする？その1、安のおっさんが引く屋台ってどうなの？どうやって作るの？こんな感じ？絵の中で屋台を引くならこれでいいかもしれない。しかし本当に引くとなると、手の短い安野さんが弾ける屋台じゃないといけないんです。あとあんまり上下にこうガタガタしても詰めるものを落とす可能性がありますので。それに実際に理想の安野さんの設計図ができたとして、それをどうやって作るかが問題なんですね。果たして安野さんが屋台を弾く日は本当に来るのか。安のおっさん焼き、これよ、練習やで。大丈夫？それとも発声練習だけで終わるのか。どうする？その2、安のおっさん焼きって何？どうやって作るの？安のおっさん焼きというからには、普通のたい焼きや大判焼きでは許されない。安のおっさん焼きというだけの形がいるのでは。そこでスタッフはまず型作りから始めることにした。お好み焼きそば、焼きそば、お好み焼きそばで平べったいですね。あ、いいですね。茶髪ですもん。マヨネーズ、ただマヨネーズマヨネーズ、マヨネーズの上に目でソースしました。はるかよ。大変うちわですね。そうそうそう。が、うるち、うるち米で作ったこう、こんな平べったやつは、ありなんですね。うるちまんまやん。お子さん、高知出身ってことにして、安のおっさん焼きっていう。あー。金魚。あ、出ます。あ、ピラ。あ、めっちゃ可愛い。出てますやん。手ぬぐいは正解やったもん。もう何分ぐらいすんだよなこれ。スタートしたものの、問題は山積み。その一方で、ツイッターやブログでは新企画の放送を見た視聴者の方々から
期待の声が高まっている。安のおっさんが引く屋台早く見たい。安のおっさん焼きも大変気になります。どんな風になるんでしょう。また楽しみが増えました。安のおっさんが屋台のおっさんとして頑張ってる姿早く見たいです。おっさんに会いたい。おっさんラブの子供連れてきます。悩んでいても始まらない。藤井組長は保健所や警察署などに出向き屋台を引くための指導を受けた。衛生責任者っていうのを置かなあかんよ。それはあの特定なったんやわ。その次にあの保健所によって営業許可を取らなあかん。その手続きに行きます。それとあの警察と打ち合わせしてその屋台ですね、そういうのも調整しなあかんのでそれも行ってきます。タックルは安のおっさん焼きの型を製造するメーカーに問い合わせをした。安のおっさん焼きっていう、あのキャラクターの顔をしている大判焼きのような、たい焼きのようなものを作ろうと思ってまして。あ、そうですそうです、あのだからキャラクターの顔が、顔のところの部分なんですけれども、そういった型を、はいはい。さらに2人は合流し、安のおっさん焼きを作るために必要な資材を集め始めた。屋台作りはどうするか、メンバーは知り合いの大工さんに相談した。お父さん、今度な、屋台を作るんやけど、おうおうおう、作るのに協力してもらえへんかな。喜んで協力させてもらいます。ありがとう、よろしく。はい、どうぞどうぞ、楽しみだな。快諾、パパ、ありがとう。でも、味はどうする。そこで、安のさんとスタッフたちは知り合いのパティシエに相談することにした。以前、兄つぶりが訪れたエスベールさんだ。あんな、わし、屋台を引いて歩きたいんやけど、なんかおいしいになる秘密を教えてくれへんかな。わかりました、相談乗ります。やった、ほんまに嬉しいな。おいしい、これでできるかもしれんわ。大きいな。たくさんの仲間の力を借りて動き出した安のおっさん屋台アンギャプロジェクト。果たして安のおっさんはこの冬屋台を引いて歩けるのか。安のおっさん焼きはみんなに味わってもらうことができるのか。次回予告、安のおっさん焼きを焼く金型が完成。その出来栄えは本当に安のおっさん焼きと呼べるのか。次回プロジェクトが動き出す、乞うご期待。そろそろボーンフリー。親子も楽しいボーンフリー。この番組はピアライフボーンフリーの提供でお送りしました。